私に考えがあります。先輩、見てくださったんですね。ありがとうございます。その私のお芝居どうでしたか？本当ですか？はい、昔一度だけ会ったことがある名も知らぬ人を運命の人だと信じている女の子です。繊細な感情の動きを表現できるように具体的なイメージを膨らませてみたんです。そこまで思い続けられる相手って一体どんな方なんだろうって。素敵な方には違いないと思うんです。でもそれだけじゃなくて、女の子の胸の中でいつまでもキラキラと輝くような大切な言葉をくれたのかもしれないって。きっと私にとっての先輩みたいな。なんでもありません。大丈夫です。もしこの二人が再び会えたとしたら、どんな言葉を交わすと思いますか？あなたのことをずっと探していました。覚えていてくださったのですね。私ったらすみません、役に入り込んでしまって。楽しいですよね。いろいろ想像していると新しい発見もあったりしますし、先輩のおかげで続編の構想が浮かんできました。先輩はいつも私にとって大切な言葉をくれますね。そんなことないです。やっぱり先輩は私の。いえ、この続きはまた今度お伝えします。これからも私のお芝居を見てくださいね、先輩。先輩、今日の学校祭一緒に見て回りましょうね。ん？そんなに袖をつかまなくても大丈夫？嫌です。今日は絶対に話しません。先輩は人気者だからすぐどこかに行っちゃいそうなんですもん。今日は私とずっと一緒にいてくださいね。約束ですよ。